平成24年12月26日水曜日、衆参両院で首相指名選挙が行われ、安倍晋三議員が内閣総理大臣として指名されました。右の結果、安倍晋三君を衆議院規則第18条2項により本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました。安倍総理は組閣に着手するため総理大臣官邸に入り、公明党の山口代表と与党首脳会談を行った後、組閣本部を設置しました。閣僚の呼び込みが始まり、連絡を受け取った閣僚が次々と官邸に参集します。菅義偉新内閣官房長官から閣僚名簿の発表が行われました。総務大臣。続いて皇居での親任式、認証式に臨みました。総理大臣官邸に戻り、安倍内閣総理大臣の記者会見が行われました。この政権に課せられた使命は、まず強い経済を取り戻していくことであります。人口が減少していくから成長は難しい、確かに難しい条件ではありますが、成長を諦めた国、成長していこうという精神を失った国には未来はないと思います。我々は決断し、そして正しい政策を実行することによって成長していく、明るい未来に目指して国民一丸となって進んでいく国づくりを目指していきたいと考えております。会見の後、初閣議を行いました。初閣議では第二次安倍内閣の基本方針などについて決定しました。閣議終了後、全閣僚に内閣官房副長官らも加わり、記念撮影を行いました。こうして第二次安倍内閣は正式に発足しました。その後、第二次安倍内閣の新閣僚が順次就任会見に臨みました。